今回は実戦でよく使うパターン練習を中心にカットマンと攻撃マンの2つに分けて紹介します。練習は常に実戦に結びつかなければいけません。自分が試合で使うであろう技術戦術に基づく練習をすることが試合で勝つ近道だと言えます。今回はトップ選手がどのようなことを意識しながら技術練習をしているのかを学んでいきましょう。今回実技をするのは東京アート所属の高際健一選手、四本直美選手と早稲田大学三内健太郎選手です。カットマンは大きく分けて3つのことが柱になって試合を組み立てていきます。変化、コース、攻撃です。カットという守備が中心になりますが、その守備をしている中で変化、コース、攻撃を混ぜて相手からポイントをしなければいけません。はじめにカットマンがよく使うパターンから練習をしていきます。フォア前にサービスを出して相手はバックに突っつきでレシーブ、その突っつきに対して早いタイミングで突っつきをバックにして4球目に相手が軽打または突っつきをしてきたボールを攻撃します。フォア前にサービスを出すと自分がカットマンということもあってフリックなどの無理なレシーブはあまりしてきません。相手のレシーブの大部分がバックに突っつきをしてくることが多いのです。バックに来る突っつきに対して相手に打たせないように速い突っつきができれば相手は強打をすることができず緩いドライブになる可能性が高いです。その緩いドライブを狙い攻撃をして相手からポイントを奪います。はい、ではちょっと練習やめてもらって、でこの練習のポイントはまず、突っつきが非常に重要になってきます。でサービスを出した後に、まあ、突っつくタイミングなんですけども、突っつきのタイミングを早くそして深く、送ることによって相手に、強打を、されないようにしてですね、で強打をされないボールに対して、まあ、攻撃を仕掛けていくと。ですので突っつきが遅くなってしまうと相手に十分な体勢で強打をされてしまいますので、ちょっといいですか。ですから突っきのタイミングを早くすると。でしかも、なるべくだったら、バックサイドに少し切るような形になると相手が、回りづらくなるので、ですのでなるべく早いタイミングで突っくと。でこれが遅いタイミングになってしまうと相手に強打をされてしまうので、ですのでなるべく早いタイミングで行って打つように、してみてください。ではもう一回、はい、お願いします。そうですね、早いタイミングで。次に相手が4球目に突っつきをしたボールを攻撃する練習をしましょう。この練習のポイントは突っつきをした後に相手の動きをよく見ることです。バックに突っつきをした後相手が回り込んでこない動きが見えたら台に近づき自分が攻撃する体勢で待ちます。まあ、この練習のポイントなんですけども、まあ、さっき、早いタイミングの突っつきをして相手が、まあ、軽打をしてきたボールを狙うと。で今度早いタイミングで突っつきをした後に相手がこう突っつきをするような、雰囲気が見えたら、
すぐに、台に近づいて、で相手が、突っつきをしてきたコースに動いてドライブをすると。ですから相手がこう、突っつきをする、回り込まないなっていうような雰囲気があった時にはもうすぐに台に近づいて、カットの体勢から攻撃に移るようにしてみてください。突っつきのタイミングの速さと相手の動きをよく見ることが大切です。今度はバック前サービスからのパターン練習をします。バック前にサービスを出して相手はストップ、そのストップに対して早いタイミングで突っつきをフォアにして、相手が4球目をフォアに打ってきた時とバックに打ってきた時のパターン練習です。相手が4球目にフォアに打ってきた時にはそのボールが緩ければドライブをします。相手のボールが速い場合にはカットをします。攻撃選手は基本的にはバックサイドから強打をすることが得意です。相手に強打をされたくない時にフォアサイドにボールを送ることが時々必要です。相手のストップに対してフォアに突っつきをした後にフォアに来ることを想定して、あらかじめフォアサイドに移動しておくことが必要です。そして相手のドライブが緩ければ踏み込んで攻撃、速いドライブが来た時にはカットをします。サービスを出してツッツキがまた甘くいってしまうと強打をされるので、やはり相手に強打をされないようにツッツキをなるべく外に逃げるような感じで、なるべく早い打球点で上から行くと、そういった点に、注意してもう一回やってみてください。はい、お願いします。はい、そうですね。相手の4球目がバックに来た時のパターン練習をしましょう。相手の4球目がバックに来た時にはバックカットをクロスに深く返球をするようにします。そして相手に突っつきをさせ、その突っつきを攻撃します。相手の4球目がバックに来た時にまた次のボールをフォアに返球してしまうと、相手に十分な体勢で打たれてしまいます。相手はフォアに大きく動いた後、またバックに回り込んで打つには大きく動くフットワークが必要になってきます。バックに打たれたボールを相手のバックに深くカットをすることができれば、相手がストップをする確率が高くなります。で、先ほども話している通りですね、カットの場合はサービスから、3球目がいけなかった時には、5球目を狙っていくと。で、5球目で狙えなかった場合は7球目で狙っていくという、そういう組み立てが一番いいと思うんですよね。で、今度は、相手が打ってきたボールがバックに来た場合、5球目で打てないので、次7球目で打つようなボールを自分でやはり作っていかないといけないんですよね。で、フォアに、厳しくつついてバックに来た時に重要なことはあまりに下がりすぎて、カットしてしまうと相手に、十分な体勢で、また打たれてしまうので、なるべくフォアにいいつつきがいった場合には、極力ですね、台に近いところについて、で相手が緩いボールが来た時にはなるべく前に、詰めていって、でバックに、上から、厳しく深くですね、突っつき、カットをするようにすると。そうすると相手が、時間がない時には回り込めないので、また
切れたカットを送ればまたツッツキが多くなるので、でまたストップの体勢が見たら、台に近づいて、攻撃を仕掛けていくと。はい、ではもう一回お願いします。相手の4球目がどのコースにどのようなボールを打ってきたのか見極めが重要になってきます。次にカーブロングをやってみましょう。カーブロングとはフォアにカットがやりづらく浅くて低いループドライブが来た時に相手の回転を利用して返球をする技術です。ボールが当たる瞬間に少し内側に手首を曲げると相手の台にボールがついた時に曲がりやすくなります。相手の台に入ってからボールが曲がるので相手は強打をすることが難しくなります。練習はバックカットを2回して3回目のカットを相手のフォアに送ります。フォアに送られたボールを相手がループドライブを浅くします。そのボールをカーブロングで返球します。浅くて低いループドライブをカットすると浮いてしまい強打をされてしまうのでカットをすることが難しいボールが来た時にカーブロングを使うととても有効です。カーブロングは速いボールではありませんが時として相手のミスを誘ったり相手が合わせてきたボールを狙い攻撃することもできます。はい、ちょっとやめてもらえますか。カーブロングの場合は相手が、ドループドライブを浅くしてきた時にカットをするとどうしても、浮いてしまうという時に、この、技を使うんですけども、ポイントとしては、少し、ラケットを、下げて横に、そうすると手首がこう、曲げやすくなるので相手の回転を利用して当たる瞬間に少しこう、内側に入れると、そうすると相手のコートについた時に曲がりやすくなるので、これがラケットが立ってしまうとどうしても手首は、安定感はあるんだけど、曲がりが手首を使えないのであんまり曲がらないので少しこう曲げたいなっていうふうに思った時には少し手首を横にして、そうすると手首が返りやすくなるので相手の台についた時にこう曲がりやすくなるので、それを注意して、やるように、してみてください。あとやはり力が入ってしまうとどうしても相手の、回転を殺してしまうので、また相手の台についた時にあんまり曲がらなくなってしまうので、あくまでも相手のボールに合わせて、返球をすると、それに注意して、やってみてください。はい、ではもう一回お願いします。ナイス。もう少し打球点の高いところでやるともっと良くなると思いますね。相手のボールに合わせて素直に返球をしましょう。